皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回はギレンネの野望ジョン独立戦争キッチョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は連邦軍のオデッサ作戦、これの撃退に成功しました。まあ、被害も割と軽微だったので損害はね、ほとんど出ていないという状態になっています。残っている連邦軍の拠点はベルファスト、ジャブロの2つ、宇宙ではルナ2というところで、だいぶね、連邦軍を追い詰めてきているというところですので、今回はね、しっかりこの続きをプレイしていきたいと思っています。まず、ベルファスト基地、ここにね、攻略戦を仕掛けていきたいと思いますので、ベルファスト基地攻略作戦と、あとですね、そろそろソロモンに対して連邦軍が、いわゆるチェンバロ作戦を仕掛けてくると思いますので、そのソロモンの防衛戦もね、しっかりプレイしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。ノズル様より緊急連絡です。回線を回します。兄貴、ルナ2に連邦艦隊が集結している。早速連邦軍のソロモン攻略戦が始まりそうですね。警戒する必要がありそう。地球連邦軍はルームの戦いで失った宇宙艦隊の再建を果たし、大規模な宇宙反攻作戦を開始しようとしていた。連邦艦隊はソロモンに攻撃してくる可能性が高い。しかしアンズルなドズル、キシリア、ゾエンは出せるな。無論です。できる限りの戦力を出しましょう。戦いは数だよ兄貴。アバオアクーの戦力を今すぐ振り向けてくれればいい。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。振り向けるよ。出撃準備をさせている。あとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよドズル。キシリアもな。はい、兄上も。ドズル、支えてくれればジオンは勝つよ。兄貴、今の戦力だけではソロモンを確実に守れるとは言い切れん。これはソロモンの防衛に専念する。許可してくれるな。ドズルをソロモンに専念させるとドズルが死んでしまうので、ここは選択肢ノーを選びましょう。ソロモンが落ちればサイド3も危険なんだぞ。兄貴は分からんのか。俺はどうなっても知らんからな。ソロモンの防衛に関してなんですけども、今ですねビッター、ギニアス、ハスラーと、それぞれ少将クラスの軍団長率いる3つの軍団が駐留しているという状態になっています。まあ、数としてはそれなりに揃っているんですけども、戦力の質に関してはですね、まあ、旧式のモビルスーツも大半を占めているというところもあって、連邦軍がこのままルナ2からソロモンを攻略しに来た場合ですね、これを迎撃するためにソロモンから進発した場合、かなり苦戦することが予想されますので、ここはあえてソロモンに引き入れてですね、3軍団で連邦軍の攻略部隊を叩いていくという作戦を取りたいと思います。迎撃戦をするのではなくて籠城戦ですね、これを行っていきたいと思います。あとはですね、フラナガン機関の設立提案が来てますので、これはもう早速やっちゃいましょう。各艦、ニュータイプ研究の第一人者であるフラナガン博士から、ニュータイプ能力の軍事利用を研究目的とするフラナガン機関の設立が提案されました。本機関を設立することで我が軍のニュータイプ研究は飛躍的に向上するものと思われます。機関の設立をご検討ください。了解しました。フラナガン博士にフラナガン機関の設立を命じます。情報をお待ちください。連邦軍がソロモンに対して攻撃を仕掛けてきているという状況の中ではありますが、地上ではベルファスト基地の攻略戦を仕掛けていきたいと思います。ソロモンでは防衛戦、地球上ではベルファストの攻略戦と、2つの作戦を同時に進行させていきましょう。進行ルートを表示します。ベルファストに関してはオデッサから、そしてニューヨークからそれぞれ部隊を送り込んでいきたいと思います。攻略作戦案を設定。オデッサにはキシリアとマクベ、ニューヨークにはガルマがいるのでこれを使っていきましょう。まずニューヨークからは
航空ルート、これを使います。そしてオデッサからはドーバー海峡の横断ルートとジブラルタルを使うルート、この2つを使って合計3つの軍団を同時に送り込んでいきましょう。我が軍はこれよりベルファスト攻略作戦を開始する。ジャブローに次ぐ連邦軍の拠点ベルファスト、ここを制圧することができれば連邦軍の戦力を大きく損ことができるだろう。諸君らの一層の努力を期待する。では部隊移動させていきます。まずキシリアの部隊ですが、これが2ターンでベルファストに到着します。続いてマクベの部隊も動かしましょう。マクベの部隊も2ターンでベルファストに到着します。なのでキシリアとマクベは同時にベルファストに到着するという動きになります。であとガルマの部隊なんですけども、これはニューヨークから大西洋を渡ってベルファストに攻略戦を仕掛けていきます。3ターン後になりますので、マクベとキシリアの到着した次のターンでガルマが到着するという段取りになります。続いてソロモンの防衛作戦も発動はしておきます。迎撃はしませんが、ソロモン自体で待ち構えるための作戦になります。ルナ2から発進してきた連邦艦隊をソロモンに引き入れて叩くという作戦なので、ここで敵を壊滅させるべく軍をね増強しておきます。エリア防衛準備、あとは補給物資準備、これを設定しておきましょう。ベルファストに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。まずはベルファストにキシリアとマクベの部隊が到着しましたので、これで攻略戦を仕掛けていきましょう。あと同時にですね、ソロモンの方に連邦艦隊も攻め寄せてきていますので、このターンでベルファストの攻略戦とソロモンの防衛戦2つこなしていきます。まずベルファストの攻略戦ですが、策略選択していきましょう。まず3連星使います。敵の士気マイナス7、あとはエースの登場でさらに敵軍の士気マイナス4取りましょう。雷撃で先制を取ります。そして攻撃陣形で命中率ボーナス取っていきましょう。まずは敵の戦力とマップ確認していきましょう。さすがの大戦力ですね。マクアジム、ジム、あとは水中型ガンダムとおぼしき機影もありえます。マップを見ておくと、画面の左下から味方の部隊が突入していっています。でこのターンでは先ほどご説明した通りキシリアとマクベが入ってきますが、次のターンでマップの左上からガルマの部隊が入ってきますので、できるだけですねこのターンでは敵をブリテン島の方で引きつけておいてですね、ガルマの部隊がスムーズにベルファストに直接攻撃が仕掛けられるようなね形で、展開していきたいと思います。では始めていきましょう。では部隊の展開が終わりました。3連星やシャア、マクベを中心にまずはね塊を作っているのが一つと、あとはジョニー・ライデンを指揮官用ズゴックに乗せて水陸両用部隊として、海を進ませています。これで敵の補給路を通行等ができればいいかなというふうに思っていますので、このままね、海を進ませていきたいと思います。それにしてもすごい大部隊だな。ここはもう激戦中の激戦になりそうですね。まあガルマが入ってくれば味方の戦力さらに増強されると思いますので、そこまでまず踏ん張りましょう。
ではまず敵の航空隊と交戦状態に入りました。敵後続のモビルスーツ隊が到着する前に航空隊は全部潰しておきたいですよね。できるだけ速やかに敵航空隊を叩いておきましょう。受けてもらわねばならん。続いて連邦軍ミデア部隊を導入してきているようなので、まあ、この硬いミデアを集中攻撃で数減らしていきましょう。まあ、モビルスーツ隊が接近してくる前にこのミデア隊を撃破できれば敵の戦力を大きく減衰できると思いますので、このミデア隊をまずは撃破していきましょう。いや、ジョニー・ライデンやっぱり強いな。ジョニー・ライデンが今ズゴック指揮官機に乗ってるんですけど、相当ミデアを落としてくれてますね。整備が万全とは言えませんが、やってみましょう。連邦軍ベルファスト守備隊の前衛航空隊はほぼほぼ壊滅させることができましたので、ここからいよいよね、敵のモビルスーツ隊との戦闘になっていくと思いますので、一度エネルギーを回復させてですね、体制を整えて次のターンでモビルスーツ隊との交戦に入っていきましょう。で、次のターンではガルマの部隊も入ってきますので、まあ、そことの連携という意味でももう少し前に部隊を押し出していく必要がありますので、そういう意味でもエネルギーの、ね、補給はしっかり行っていきたいと思います。では続いてソロモンの防衛戦もね、同時にプレイが行われますので、ここで見ていきましょう。まずは守備、これを発動、あとは補給、防御陣形を先に敷きますか。これで戦っていきます。ビッター、ゲニアス、ハスラーの3部隊ですね。先ほどもご紹介した通りですね、この部隊は旧式のモビルスーツが半数を占めているので、まあ、少しね、戦力という意味では数よりも低いところがありますので、慎重に戦っていきたいと思います。ただそれでもこのディフェンダー守備隊の数なので、まあ、十分にね、戦うことはできるかなと思います。偵察部隊よりソロモンに木馬と思われる木馬か。報告がありました。木馬の戦力は脅威です。まあ、木馬は寄ってたかってフルボッコしていきましょうか。では敵の戦力確認しておきます。マゼラン・サラミスタイプと思われるものが数隻、全部で7かな、確認されてますね。さらにここにホワイトベース、ガンダムもいそうですね。まあ、これらを拠点を守りつつ迎撃していきましょう。では進めていきます。では連邦艦隊と交戦状態に入りました。モビルスーツ隊を前面に出して一気に敵を撃破していきましょう。で、イベントだとここはソーラーシステムを使われて味方に 30% 程度の損害が出るはずなんですけども、その上でもまだ戦力的に優位に立てると思いますので、ここはご利用しでいきます。で、ホワイトベース隊は一番最初にね、被害が広がる前に撃破をしていきたいと思います。まずここにアムロの乗るガンダムがいますね。このガンダム先に叩きましょう。やられる前にやる。あとここにいるのはきっとカイだと思うんですけど、カイもいるのでカイも撃破しちゃいましょう。とにかくホワイトベース隊は、まあ、強力無比なので、まあ、被害が広がる前に撃破をねしていきたいと思います。アムロを撃破してカイも撃破してホワイトベース隊を葬ることができれば、だいぶね、敵の戦力それだけで削ったと言えると思うので、まずはそこの状況まで作っていきましょう。ここにはやっぱり木馬ブライトのホワイトベースがいましたね。これも倒していきます。ここでまずアムロを撃破しました。続いてカイも撃破していきましょう。
さらにハヤトも撃破します。ここから先には行かせんぞ。これでホワイトベースのいわゆるモビルスーツ隊と言われるガンダムガンキャノンは撃破しましたね。ここで食い止めねばならんのでな。スレッガーさんも撃破です。参ったな。けどよ、これは戦争なんだ、仕方ねえんだよ。セーラさん、これも撃破です。兄さん、キャスバル兄さん。これでホワイトベースも撃破になります。もうこれだけ取り囲んでモビルスーツ隊でぶったたけば撃破ができますよね。閣下、連邦軍が不審な動きをしています。小惑星隊から光が。これはソーラーシステムですね。これで被害が出ます。これを防ぐには迎撃戦に出る必要があったんですけども、まあ、迎撃戦に出るだけの戦力がなかったので、今回はねあえてこのソーラーシステム攻撃を受けるという選択肢を取りました。まあ、それでもまだ我々有利に立ってますんでね、この後敵しっかり撃破して回っていきましょう。ベルファストの攻略戦、ソロモンの防衛戦途中ですけども、フラナガン博士より報告入ってますね。最高ミュード実用化に成功という話になっています。これでニュータイプパイロット、まあ代表的なところでいうとシャリアブルだったりララーだったりっていったね、優秀なパイロットがさらに加入してくれますので、この戦力もうまく使っていきたいと思います。閣下、議会内における和平派の勢力が公選派を上回りました。議会工作を行い公選派の勢力を回復してください。まず政策ですけども、ちょっと困ってるのが反戦活動が活発になっていて、かつ和平派も増えてきているというところなので、ちょっと本当に困ってるところですけども、まずは反戦活動を鎮静化した上で、議会工作を行いましょう。ではベルファストの攻略戦に戻りましょう。ガルマの部隊が到着しました。これで少し楽になれるかなと思いますので、このままベルファストのモビルスーツ隊との交戦に入っていきたいと思います。すでに敵の航空隊の大半は撃破したものの、まだねモビルスーツ隊は無傷で残っている連邦軍なので、ここからはモビルスーツ隊との戦いになると思われます。策略を実行します。ではガルマの部隊ですけども、アンカイとゴックを出して直縁としてファットアンクルを守りましょう。まだ上陸するタイミングではないかなっていうのがあるので、ここでファットアンクルが撃破されないようにね、最新の注意を払います。一方モビルスーツ隊との交戦に入りたいので、こちらのモビルスーツ隊は前に出していきます。さあガンダムが上がってきてしまいましたので、このガンダムには3連星をぶつけて撃破して回りましょう。まあ、あんまり長くねこのガンダムをこののさばらせておくわけにも、まあ、いかないというところもありますので、早めに3連星でガンダム撃破に乗り出します。では形勢は完全に逆転できたと思いますので、ここから上陸作戦を前提に部隊を進撃させていきましょう。ガルマの水陸両用モビルスーツ隊をですね、少し南下させて敵を下に引きつけて、その間に陸戦用モビルスーツを上に投入できればいいかななんて思ってるんですけど、まあ、そこがうまく機能するかどうか一つですね、ちゃんと見極めをしていきたいと思います。
ではアイルランドの方にね上陸戦を仕掛けていきたいと思います。ここで上陸をうまく観光して一気に敵部隊をね殲滅していきたいとか、まあ、そういうところになりますね。まあ、あらかた敵のモビルスーツ隊撃破したんですけども、アイルランドの守りについている部隊はなお健在というところもありますので、まあ、あまり無理はせずですね、ここは各部隊同時に上陸を仕掛けて敵の攻撃を分散させるということも少し考えていきたいと思います。味方の損害、まあ、あの割と警備この規模のねベルファストの軍を相手にはよく戦ってくれている、損害も少ない軽微な状態で来ていますので、このまま最後まで行きたいですよね。まあ、そのキーになるのがやっぱりシャア、そして3連星、これがうまく上陸をね、果たしてくれればいいのかなというところなので、ここをうまくいくように思案をしっかりしていきましょう。ではちょっと行ったり来たりしてせわしなくなってしまっていますが、ソロモンの防衛戦もね、まだまだ続いてますのでやっていきます。ソロモンの防衛戦はもう敵の数ご覧のようにかなり少なくなってますので、もうこのターンで決めちゃいましょう。では最後、敵のマゼランカイだと思いますけども、これを撃破してソロモンの防衛戦完了です。ソーラーシステムで損害 30% 出ましたけども、それでも完勝と言える内容だと思います。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。ではソロモンの攻略完了しましたので、まだベルファストの攻略戦続いてますので、これねしっかりやっていきましょう。ソロモンはごめんなさい、防衛戦ですね。ベルファストは攻略戦になります。ニュータイプの実戦投入を許可していただけないでしょうか。ニュータイプの力を持ってすれば形勢は我らに大きく傾く。フラナガン博士、ニュータイプの調整を急がせます。ではベルファストの攻略戦続きに入りましょう。ちょっと国内の情勢良くなくてですね、反戦活動も活発化してますし、和平派も勢力を伸ばしてますし、国民の支持も失いつつあるというね、ちょっと厳しい状態になってますので、このベルファスト基地攻略戦一刻も早くね終わらせたいと思います。攻略戦を開始します。では完全に上陸果たしましたので、ここから基地中心部に向かって殲滅戦を行っていきます。案外が少しね敵に対して脆くなってきたかなと思いますので、案外はこの後ズゴックへと、機種をねモデルチェンジしていきたいと思います。私の邪魔をした報いを受けます。できればこのターンで決着したいですね。そのためには効率よくエネルギーを補給しながら戦って、ダメージ効率もね最大限にしていきたいと思いますので、しっかり補給計画立てていきましょう。では3ターンにわたって続いてきたこのベルファストの攻略戦ですね、いよいよ終わらせていきましょう。やっぱり敵の数多くて苦戦はしましたけどもね、最終的には、まあ、味方の損害それほど大きく広がらずにですね攻略できましたので、まあ、大戦果というふうに言っていいのかなと思います。攻撃地もしっかり稼いでもらったし、シャアなんかもね原作では大佐までなってますけども、まだ少佐の状態なので、ここでポイント稼ぎをしておいてランクを上げておくっていうね。あとはガイア、オルテガ、マッシュ3連星もねもっともっと階級上げていってほしいので、ここでしっかり功績値を稼いでくれたんじゃないかなと思います。マクベもそういう意味で同じですね。もっともっと階級上げていってほしいところになります。ではこれでこのベルファスト騎士の攻略戦完了になります。この後しばらくは宇宙での戦いになると思いますけども、宇宙でのね、モビルスーツの生産も強化していきましょう。我が軍の勝利です。
で、来るべきジャブロー攻略戦のために今回ね、消耗した部隊はしっかり補充をしておきます。